どこまで使えるだろう。ミスター2ボンクレイって言われた。ダメ、苦手なの。すごいよね、この逆に。そうそうそう。絶対一番最初のやつに使えますから、ね、やめな。皆さんこんにちは、どうもちゅるです。とセカンドセリタです。どうぞご覧ください。はい、勝也とゆうきでございます。お願いします。あ、コラボ、いやーもう嬉しい、本当嬉しい。もう、はい、本当にもう10年越しじゃない。10年越し、ね、10年越しわかる、ね、うん、確かにそれぐらいの気持ちだわ。なんやかやだって同時期なのかな。私2018年だから、僕たち2017年7年か、だから、うん、もうほぼほぼ同時期、ね、タイプは違いますけども、あの、ちゃんとお邪魔してます。お邪魔でー。初めましての方もいらっしゃると思うんですけどもね、スタンドストリートっていう YouTube をしてるんですよ、はい、こういうのガチガチいっちゃうんです。概要欄の方にですね、私たちの YouTube 貼らせていただいてね。というわけです、はい、今回何やろうかなっていろいろ考えたんですけど、嬉しい、ありがとうございます。質問コーナーになりました。はい、名前は伏せた状態で、はい、あのインスタグラムのストーリーで、はい、あの皆さんに質問を募集したんですけれども、うん、最後に1個だけちょっと自分からのちょっとだけエグい質問を用意してきました。怖いわ。やっちまったー。ちなみにね、チルちゃん買ってきてくれて、あ、そう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 、すっかり忘れてた。初めて食べる、あの、なんだっけ、クリスピー、もう名前すらわかんないまま買ってきた、最低。でも有名だよね、うん、有名なところで、ね、甘い、わかる。うん、うん、好きなやつ、あの、昔ゴールデンなんとかってなかった？丸くてさ、白いのかかっててさ、触る人だけ触ればいいですわ。じゃあね、食べながらになりますけども、ね、でも NG ないからね、うちらね、本当に、本当に NG ない、本当に何でも答えちゃう、うん、はい、皆さん自分のセクシュアルの疑問を抱き始めたのはいつ頃からですか？あ、疑問、なんか男の人をエロいなっていうのでムラムラしてた時期はあったけども、それをなんか疑問としては感じなかった。テレビとかでも見てたし、私そっちだわって。え、素直に受け入れられたタイプ？うん、はぁ、ただどうしようと思ってる。あ、確かに、なんかそれはあるわ。なんていうの、うん、ちょっと女の子となんていうの、付き合ってた時期もあったから。見たでしょ、動画見た。だからそういう時期もあったから、でもやっぱり自分の心に嘘はつけないなって。私もないかも。でもそんなものすごく悩んだことは、あ、そう、まあ、隠してはいたけど、でも全然言われてたもん、昔からカラちゃんとかって。嘘、言われてたけど、もうネタに変えるタイプだったから。私ミスター2ボンクレって言われてた。ほんと小学校時にちょうどそれくらいが流行り始めて、でも別に自分から出してるつもりないのに、多分すごいなよなよしてたの。そうなの、多分私もそうなんですよ。あ、じゃあ同じタイプ。だからさ、何かを考え込んで、オカマっぽいねって言われてた事件もあったけれども、うん、あ、わかる、自分でもわかる。でも、ね、隠すために学校内では結構ちょっと不良な方のグループにいた、うん、あー、なるほどね、うん、だし、なんかその人たち周りがやっぱかっこいいよね。かっこいい。呼び出しされて、あ、私呼び出しされちゃったーみたいな。この旦那の感情を持って一回学校、学生に戻ってみたい。戻りたい。めっちゃわかる。バリバリ出してやりたい。うん、うん、バリバリ、うん、あたちだって体幹裏で多分あれよ、四つん這い体験で待ってたよ。四つん這い。私待ってますから。いつ頃から疑問を抱き始めたの？私も幼稚園の時かも。私も、私のね、地元が結構なんか特殊で、あ、ある人はあると思うんだけど、全然男同士でなんか興味津々でなんかチンコ触り合いとかあったのよ。え、何それ裏山。普通共学だったんだけど、うん、あって、で、それをなんか嫌じゃなかったから、いや、で、それで多分違和感はあったよね。最近女捨ててます、どうしたらあげられますか？知らねえわよ。でもさ、女のあげる時ってなんかない？だって私もさ、女のあげてるつもりっていうか、別に男だしみたいな。あ、そうなんだ、逆、あ、そっちタイプなんだ。
結構私の周りのゲイの人たちって結構女気が強い人多いかもしれない。もう本当にゲイっていうよりは中身、あ、女なんだなっていうタイプの人が結構多くって、だってでも新しい全部備わっちゃってるからな。あ、悩みないタイプです。私結構でも男の子だから。あ、嘘。そう、だから女の子の気持ちがあんまり分かんなくて、どうあげるんだろう逆に。でも恋愛じゃないのやっぱり、うん、でもやっぱ恋愛だと好きな人、あ、そうだね、女とっていうよりか自分磨きをするタイミングってことだよね。でもね、恋愛だけじゃなくてそのなんか周りのその知り合いとかも固めちゃうかも。私だからもうちゃんとその人たちも美意識高い人とかのところにいると、うん、私浮いてないっていう。あ、なるほどね。あのショーウィンドウに映った時とかに私だけなんかダサいな。でもやっぱり自分どう、やっぱ人にどう思われたいかがすごい大事なんじゃないの。あ、全部一気に頑張ろうとすると無理よね。無理。だから見えるとこだけでも気をつけようと思ってる私は。だから太ってるし腹回りやばいけど病院行くなり帰るなりちょっとメイクやるなり、うん、私分かった。女度を上げるの。はい。人が多い場所に行く。でもまあそれはそうかな。やっぱりあの誰かに見られてるっていう意識を持つことが大事なんじゃない、うん、まあ、今の時期なかなか難しい、難しい。だからこそ今なんて痩せるべきとかさ、うん、確かにね、おうちエクササイズがすごい流行ってるからね。そう、あとダウンタイムの講義をしてね、整形してる。あ、そうですね、そう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 。今を準備期間として考えて努力していく方向にしていけばいいと思う。で、やっぱり可愛い子とかそういうの見たりとかするのもすごいありだと思う、うん。パートナーにする人の性格のまず何を重視して見極めますか？どこが魅力的だと惹かれますか？中身で惹かれるポイントの一番最初に、あ、ここいいなと思っちゃうポイント。あー、ネチっぽくない人。おー、友達が多い人。へえ、無理。ノリとか空気感をそういうの人ってなんかちゃんとなんていうの。あ、そうだよね、確かに理科、あのコミュ力が高いっていうか、うん、っていう意味で友達が多い人。私ね、友達とかにも嫉妬するから。やべ、びっくりしちゃった。少なければ少ない方がいい。友達っていう面で友達思いな人がいいかも。あ、そっかそっかそっか。それはでも大事ない、うん、大事、うん、我慢を大事にするように。あ、でもなんかその友達のいいところとかを嬉しそうに自分に話してくれる人はちょっといいかも、うん。この友達がこう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 だったんだよね、めっちゃ嬉しかったのみたいな話聞くの好きだもん。でも嫉妬するんでしょ。うん。めんどくさらない。チルちゃんは？私、でも爽やか男子で、できれば背が高い人。チルちゃん何センチ？私身長高いんだよね。高い。175ぐらいあるから。結構あるわね。え、身長いくつ？175だ。え、嘘？正直もうちょっと高いかと思ってた。本当？うん。え、でも同じぐらい。173とか。あ、そうなんだ。あ、じゃあ一番高いじゃん、私。うん。でも私結構、人に会ったら結構でかいんだねって言われる。あ、横が？いや、違う。あと2つ行きます。はい。全然何でも聞いてください。なんだろう。本当に無しなのね。本当にないのよね。嫌いなやつはって言われたら言えるもん。誰？ダメ、苦手なの。すごいよね、動きやってる。そうそうそう。でも私、同性愛者って言われたら異性愛者で返すから。同性愛者の方って、みたいなの言われたら、でも異性愛者の人も。まあ、間違ってないもんな。そうだね。どこまで使えるだろう。休みの日にしてること。ああ。意外と聞かれないよ。え、どうした？確かに意外と聞かれない、これ。本当に家から出ない。家にいて料理します。お酒は好きで家で飲むから、うん、それのためのあてを作るのが好き。なるほどね。いや、こだわっちゃうの。ご飯ありきのお酒の人だから、それを美味しく食べて、このお酒も美味しく飲みたいがためにやるから、なんか低温調理でローストビーフとか作ったりします。全然凝ってるね。すごいっすね。私も何してるか分かんない。なんか記憶がないかな。本当に忘れっぽいの。1週間仕事のしてて、次の休みこれしようって決めて何かもするんだけども、何も忘れてる。だいたいドンキとか、うん、マスク買いに行ったりしてる。私はアニメ見てます。あー、でも見る見る見る。ずっとアニメ。何のアニメを見る？え、私少女漫画系がすごい好き。趣味があるといいね。アニメを見るとかさ。だから僕らのマネージャーさんのあったわ、うん、銭湯行く。ええー、あー、確かに。え、それは鑑賞し
鑑賞会ね。いや違う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 、いやなんかそう、みんななんかするって言うのよ、私の周りの友達は。鑑賞をし しに行くわけじゃないけど、もうついでぐらいにみたいな。もちろんよかった。じゃあでも本当にあのちゃんと仲間が集まるところの銭湯に行く。ああへえ。まあそんな感じ、次行こう。行こう、うん、まだある？うん、これ最後、次、okay、あ、最後ね。 次が最後の英語、うん、今までで一番ヤバかった男、かっこ下ネタ。あー私ね、なんかすごい結構あの変なやつに当たること多くて、正直、うん、私は90分間ずっと脇を舐められるとか。あー、うん、人のやつをすごい聞きたいなと思って。ね、私は当時なんか分かんないけど興味を持ってしまって、絶対今ならない方と、まあ、お遊びでおセックスをさせていただいたんですけど、うん、それがもうね、78歳ぐらいのおじさん、おじいちゃん、ガチじゃん。入れるとかないの、うん、もう前期ぐらいなんだけど、本当にその人とやった時は10時間とか十何時間ぐらい寝かせてくれない。で、ずっとやってる。で、別に私もさ、それは別に自分の勝手だから、私も帰りたいしとか、うんうんうん、一回じゃあ休憩で寝ようみたいな。休憩で寝るってことはじゃあ寝よう、あれ起きた後またあるのかなみたいな。で、1時間みたいに言われてたから、うん、それもで言われてたけど、ずっと寝れないままで10分ぐらい最後なんかもう寝落ちみたいな感じで寝ちゃってて、パッパッと起こされて目開けた瞬間に言われた言葉が、寝顔で抜いちゃったって言われたの。怖い、いやめっちゃ怖い今の。いやもうゾッとした。私もこれぐらいの距離だ。寝顔で抜いちゃった。78がやばい。一番過激だったかっていうのは分からないけど、昔その付き合った男にケツの中に氷結入れられたことがある。あ、ね、それ聞いたことある。私別の人で、ごめんなさい、もう無意識に反応したって。うんうんうん、ベロ酔いするんでしょ。ベロ酔いするんだね。ベロ酔いする。その人ちょっと監禁チックだったから、最後なんか土下座までされて、マグカップをその人持ってて壁にバーンってぶつけて血だらけの状態で、本当にお願いだから、本当にお願いだからって言われて、マジ怖い、無理と思って逃げた。これもゾッとする話でした。ケツの中に氷結含んだものをって。そしたらまだ口開いてる間に踏ん張って戻してあげる。そういうことは。無視する。じー。はい、というわけですね。セカンドストリートさんの方に、ね、質問コーナーをやらせていただきました。はい、ありがとうございました。もう。際どい話ばっかりもう。いや、ちょっと私でも好きだよね。いや、大好き、うん、純粋に楽しかった。あ、本当に、うん、え、嬉しい、よかった。トークでね、皆さん質問くれた方々、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけですね、うん、セカンドストリートの方のチャンネルで、はい、私も出ておりますので、うん、はい、あの有名な企画に出してもらいました。もう本当にもうガン掘りしてやったわ。そうよ、掘りに掘りまくったね。ガバガバイバガバガバだったわよ。概要欄の方にセカンドストリートさんのチャンネルの方とコラボ動画の方が載っておりますので、そちらの方によかったら見に行ってください。はい、ということで以上、チュールとタツヤとゆうきでした。ありがとうございました。バイバイ。